じゃないですか。安倍総理の時代に内閣官房機密費で公金で自民の選挙に裏金をぶっ込んでたというこの証言が出て、これってもうこの与党の改革案とかぶっ飛ぶ話ではないんでしょうかね。これの真相の説明なしに次に行けないんじゃないんでしょうか。でもう一点自民党にぜひ伺いたいんですけど、私4月12日に国会の内閣委員会の中で質疑でこう言ったんですね。自民党はさっさと回答してくださいと、党を解散してくださいって言ったんですよ。でこの発言を自民党が問題発言やと問題視しまして、それで4月26日のそれこそこのテーマですよ、政治改革特別委員会のスタートの場に令和は発言の機会はもうないんだということを自民党が決めて、でそれを野党筆頭から聞かされたんですけど、これありえないと思うんですけど、ぜひ説明してください。どういうことですか。じゃないですか。安倍